こちらも左からですね、うん、上坂すみれさんが演じる園川めぐみ、結城葵さん演じる八重野美穂、うん、遠山奈緒さん演じる三輪愛というこの3人になっているんですけれども、うん、まあ、こちらのですねクラスメイトの印象も伺っていけたらなと思うんですけれども、はい、どうでしょうか。いやなんか本当高校生チームに関しては、はい、なんだろう、なんかちょっとドキドキしすぎちゃう、ね、確かに、うん、そう、なんかそう関係性がみんなこうそれぞれ、うん、特にまあなでしことの関係というか1対1でのやり取りと、うん、まとまっている時とのその会話のノリとかが、うんうん、なんかみんなこれお互いどう思ってるんだろうとか、この中のなでしこは本当誰と一番仲がいいの、なんかそわそわしちゃうんですよね見てて。一番の謎の部分ですよね。一番の謎、そうなんですよ。そこをちょっとね自分の中でいろいろと考察しながら検索を読むのがすごく楽しいなって思って、はい、なんか、うん、SNS とかでもみんな誰なんだってなってますよね。いや本当にそう、なんかね思わずこう壁ドンしちゃったと。あ、ありました。あるじゃないですか、なでしこ姉ちゃんが、うん、まあ、意図的じゃなくてね、こうついついこう状況的に壁ドンになっちゃったみたいな感じだけど、ああいうの見てて、え、この反応はもしや、ね、なんかでも全員怪しいというか、そうなの、全員怪しい。もしかしたらあの3人にいないかもしれない、うん、そうなんですよ、可能性すらある。あれ花子が家でちょっと会ったみたいなシーンがあるから、あるある、そうだからそこも綺麗系とも可愛い系ともうんぬみたいなそうちょっと気になるんですよね。花子から見たらね、お姉さんは全部綺麗可愛く見えちゃうみたいなのがあると思う。とにかく高校生チームに関してみんながこうなでしことの関係に私はドキドキしちゃう、ね、しちゃいます、うん、いう感じしちゃいます、うん。